きさんに FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は入院中に精神科病院の入院中に出会い精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。ござります。帰りだ、はい。もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メ、はい、ールアドレスの夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日メンヘラ上第81回となっております。はい、はい、うん、沖縄もねだいぶもう4月に入って暖かくなりまして、そう、はい、現時点ではまあ今日はエイプリルフールなんですけれども、うん、はい、暑かったね今日。暑かったですね。最高気温を何だったか、OK Googleで聞いたら 26.2 度とかって、うん、なんか細かい小数点つけてまで教えてくれたけど、へえ、そうなんだ。うんうんうん、26.2 度。そうだからもうね、さすがにもう衣替えはしちゃっていいだろうと。してもいいね、うん、多分ね、寒くはならないかね、もうね、うん、今日まだね、でも健太さん長袖なんだけどね。ああ、夏に半袖なっちゃうわね基本的に半袖みたいな、はい、半袖なところあるんだけど、健太、うんうん、さんはまだ朝ね、仕事に向かうと、あ、仕事じゃない、通院日か、通院に向かうときに、うん、まだなんかちょっと肌寒い感じしたから、ちょっと軽い、まあロングティー、ロンティーか、ロンティーを、うん、来てるんですけれども、それでもやっぱちょっと暑かったね。うんうんうん、うん、ね、本当だね。うん、なのでもうさすがに衣替えをお家のね、冬物をしまって、うん、夏物を、そう、夏物を引っ張り出してやりたいんですけれども、まあまだ月曜日、4月1日だからね、月曜日だからちょっとお仕事がね、4月からありがたいことにちょっと常勤で、うん、入らせていただくことになりましたので、はい。お休みの日にちょっとまとめてやれたらなと考えてます。そうだね。頑張ろう、はい。頑張りましょう。はい。はい、顔を見合わせてんみたいな。わかるな。はい。で、ペーターさん来てるな。うん、あ、はい、いいよ。再びドーンって。ドーンで、それで。ごめんね。夏美さんがね、ツイキャスの、まあ、本放送で聞いてる方はね、ぜひツイキャスでも、うん、参加していただければ、もう夏美さんのドーンが見れるんで、そう、ドーン、ドーンしか見れない、はい、手が短いからねはい、では本日も短い時間ですが、はい、最後までお付き合いなどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。うん、はい、では、早速ですが、本日のトークテーマいきたいと思います。はい、どうぞ。はい、本日のトークテーマはやる気スイッチ。やる気スイッチ、どこにやるみたいなの、うん、CM でありましたけれども、うん、まあそのなんていうのかな、どういうタイミングで自分にやる気が入るのか、うん、ポチッと、そうそう、それぞれ違うね、誰かのために頑張ろうとしてる時にやる気が入るのか、うん、まあ当然自分のために入るのか、うん、あるいは全く知らない人のため、うん、誰かのためにみたいな、うん、誰かがきっとこの先誰かのためになるだろうっていうところで、うん、よし頑張るぞってやる気を出すのか、うん、どうなんだろう、皆さんのやる気スイッチはどうなんだろう。そうそう、タイミングをちょっと知りたいなと思って、うん、なんかやる気がね入らない人がやっぱりメンヘラさん多いし、あ、でもさなんかさ、メンヘラさんの場合さ、うん、こうスイッチがさオンとオフとあるとするじゃん、うんうんうん、オンは、あ、オフはオフで、うん、
なんか辛い時とか苦しい時とかオフになってると思うわけ、はいはいはい、でもやる気スイッチいざポチってやったら、うん、電球が切れてたみたいな なんていうの、結局入らなかったみたいな、なんかちょっと空回りしちゃうことがあるから、電球をちゃんとキュッキュッキュッってつけて、うん、ポチってやったら明るくつけるかもしれないけど、まああーなるほどね、ちょっと電圧が弱かったりするわけだ、うん、そう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 、そんな感じじゃない、だから必ずしもやる気あのスイッチが入りづらいのがメンヘラさんじゃないかもしれない、ああなるほどね、うん、あでもケンタさんの感覚としては、うん、あの俺も以前あの引きこもってた時はそうだったっていうところあるんだけど、なんか今日は、うん、なんていうのかな、まあ、何か目標を決めてね、例えばお家の中の、うん、自分の部屋の片付けをやるぞって決めて、うんうんうん、まあ言ったらやる気スイッチを入れるわけですよ、うんうん、今日はやるぞって、うん、でもなんか自分が思ってた通りにことが運ばない、うん、なんか予定していた半分も片付けできなかったってなった時って、うん、やる気スイッチ入れたのになんかそのスイッチがいつの間にか横にずれて、そのずれた方向に、うん、や落ち込みスイッチみたいな、なんかさ矢印があるそうそうそう、うん、なんかいや俺やっぱりなんか結局こういうことも片付けもできないんだってさ、落ち込んじゃうってこと、そうそうそう落ち込んじゃうみたいなところがあってね、へだからそういう、まあ、エピソードもあったりするのかな、人によっては、うん、あるかもね、なっちゃんもたまにあるじゃん、なんか、それこそさなんか会議とかさ、そうそうあるね、ズーム会議でも、うんまあ、対面の会議でもいいよ、うん、みんなで話し合いしてる時に、うん、なんか自分の思ってることがうまく言葉にできなくて、うん、できない、帰りの車の中で、うん、私はやっぱりダメだって言って、会議行く前はね、うん、今日はみんなに会える、いろんなお話するできるとかって言って、そう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 、頑張るぞみたいな感じで行くんだけど、帰る頃に私ダメだって落ち込んで帰ったりする。なんか言葉がうまく出てこなかった、言いたいことが言えない、そうそうこんな世の中じゃポイズンみたいな、まあでもそういったね、だから今日あのやってるよ GT を多分、あーマジ見たかったまあこんな感じでね、まあ、やる気スイッチあるいはやる気というキーワードにね、うん、ちなんでエピソードがもらえたらなということで募集したところ、うん、ロアさんから来てますよ、いくつか来てますので、はい、はいはい、あロアさんの先にじゃあ読んでいいですよ、すいません気になったから読んじゃっていいですか、はい、ロアさん、ロアさん読みますね、はい、家事やる気起きないけどさすがにまずいなって思うタイミングでやらなきゃってなるかもです、まあどうしても無理ってなったら最低限だけやって旦那にお願いしますね、あー誰かを頼れるっていうのはすごい大事よね、うん、旦那は言ったらやってくれるので、うんうん、あいいね、あ優しい旦那さん、いい、ね、あと GT を録画しましたって俺うちのテレビ録画機能ないんだよなそうなんだよな、うん、なんか見逃し配信とかやってくれてればいいけど、だからね家事はでもそうだね、やる気が起きなくなっちゃうね、ゴニョゴニョ言ってるけども、はい、では、はい、どうぞ、メールもいくつかいただいておりますので、はい、お願いします、 X の方でもね、リプライでいただいてましたので読ませていただきます、はい、はい、メンヘラネーム、はい、キムタクさんより、はい、キムタクさんありがとうございます、はい、昼寝した後やる気スイッチがオンになります、はい、昼寝の時間が1分でも OK、うん、なのでなるべく車の中、移動中のかな、うん、移動中にどっかで止めてってことかな、うん、車の中とかで寝るようにしてますと、うん、ちなみに飲みすぎた翌日はスイッチオフになります、うん、最悪翌々日もオフだったりします、うん、これスイッチオフというか2日酔い3日酔いみたいな、なんか飲みすぎいやオフオフなんでしょう、あーそういうこと、うん、オフオフどういうことそういうことって言った、はい、続きましてメンヘラネーム、はい、鉄さんより、はい、鉄さんありがとうございます、はい、好きって気持ち、好きって気持ち、うん、が出た時ってことかな、うん、うんうん、それがスイッチ、自分のスイッチがやるスイッチ、うん、オンになるってことかな、うん、貫くのも大変だけどさーって、うん、うん、そうだねそうだね、あとお腹が空いたらご飯を作ろうみたいな、うん、作るっていう感じ、うん、ご飯、そうそう、ご飯もそうかも、まあね、家事、うん、そうだね、やっぱ家事だね、うん、だそうです、うん、ありがとうございます、テツさん、はい、ありがとうございます、でメールもいただいてます、あ、メール、はい、
はい、メンヘラネーム沖縄大好きさんより。沖縄大好きさん、ありがとうございます。はい、夏美さん、健太さん、お疲れ様っす。あ、お疲れ様です。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。はい、テーマ、やる気スイッチ。はい、僕のやる気スイッチどこにあるんだろうって、うん、そうですな、うん、推しの声優さんの声や、うん、アニメのキャラや、うん、画像を見るとやる気スイッチが起きます。うん、推しにかっこいいところ見せるぜ的な、だそうです。推し強いね、やっぱね。うんうんうん、まあでもね、あの好きな人、うん、だったり好きな声優さん、まあなんていうのかな、テレビの向こうの人でもいいわ、それこそ、うん、そういった人でもいいし、自分のね、うん、例えばなっちゃんだったら俺の声、ああ健二さんの声聞いて好き、なんかやる気が出るみたいな、うん、ちょっとやれよって、あのイケボで言ってもらっていいですか、エコーかけて。なんでちょっとやれよって。ちょっとやれよって。なんでやれよって、そのセリフ。なんかセリフがダサいわ、なんか言いたくない言いたくない言いたくないって言われた。はい、続きまして、はい、メンヘラネーム夢をつかぽんさんより。あ、夢をつかぽんさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。自分はやる気スイッチというか、うん、鬱のスイッチを外してくれる人が周りにいます。うん、落ち込んだ時にね、うんうん、元気づけてくれる人ってことかな。うん、例えばモアイ仲間からの熱い言葉だったり、うん、めったにいいねが来ない友人から、うん、自分の SNS の投稿にいいねが来た時、うん、スーパーなどで小さな子供に笑いかけられた時、うん、スイッチのきっかけはすごく簡単なことが多いです。うん、自分がうつ状態などの深い闇に落ちた時は、うん、そのスイッチが見つかるまでしばらく静かにするようにしています。うん、夜明け前が一番暗い、うん、いつものポエハラなつかぽんでした。ありがとうございます。だそうです。ありがとうございます、夢をつかぽんさん、はい、本当にもう毎度毎度ポエハラありがとうございます。うん、でも大事よね、あのやっぱり人とのつながりの中でその、うん、落ち込んだ時の、うん、なんていうか、自分の心理状態、精神状態を、うん、上げていく、うんうん、やっぱ励ましてもらうとね、うん、すごく元気になれるというか、うん、明日も頑張ろうか、じゃあもう少し生きてみようかみたいなね。うん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 、だからあの健太さんもね、最近またギャンブルで落ち込んでね、うん、すごく起死燃料みたいなものが高まったりしたんだけど、うん、あのお世話になってるね、うん、金浜勝也さんに、うん、なんかフルネームだね、前にね、うん、進んで、うん、なんか前にちゃんと進んでいけよみたいなさ、人は言いがちだけど、うん、周りの人は、うん、ちゃんと前向いて歩いていきなさいみたいなさ、ね、うん、一歩ずつ前にみたいなね、うん、でみんなそうやって前に歩こうとするんだけど、結局同じところをぐる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 回って、それが苦しくて落ち込んでしまう、うんうん、でもなんかその人とのつながりの中で、うん、実は回ってるものをぐるぐる回ってるような気がしてたんだけど、うん、視点を変えればちょっと一段ずつ上がっていってて、螺旋階段のようにちゃんと上には進んでいけてるうんうん、だよみたいなことをちょっとおっしゃっていただけて、あ、見方を変えればってことか。そうですそうですそうです、うん、すごくなんか心が救われたような気分に。あ、それはそうだね、心救われる感じだね、はい、なりましたんで、うん、それでちょっともうちょいじゃあ頑張ってみようか、もしかしたら俺は前には進めてない気分でいたけど、うん、なんか階段をこう螺旋階段を登って一歩一歩ねるのかもしれないっていう風にね、うん、ちょっと考えられることができたんで、うん、すごくそういう意味ではその金山さんの、メッセージというか、うん、一言でちょっとやる気スイッチが入りましたかね。おー、うん、いいね、はい、ちなみに夏美さんはどういう場面でやる気スイッチが入る感じあります？やる気スイッチ、うん、あのやる気スイッチなんだろう、入る場面はあの、うん、やる気、どういうやる気かわからないけど、うん、あの健太さんが寝てる時とか、はい、うん、いたずらしたくなるんですよ。はあ、それ初耳だね。ちょっと聞き捨てならないね。いたずらしたくなるんだけど、はい、それはやらないんだけど、そこでキャーってテンション高くなって、うん、やる気スイッチが入って、うん、
あの定規で足の長さとか測ったりしてます。私の、はい、でも寝てる私の足の長さ、寝てる私の足の長さなんか意図がよくわからない体の寸法を測ったりして。寸法を測ってんの？でもさ、あの、うん、わかんないんだけど、うん、数字が苦手だから、はい、な1メートルなんとかとか。でもあの足はさ結構長いと思うよ。80なんとかとかあったはずなんかわお、まあ、誰と比べて長いのかわかんないけど、まあ、夏美さんに比べたらね夏美さんに比べたら長いだろまあ長いだろ。全然もうむしろ夏美は短い寄りの短い短い寄り族だからななんか先週の部族みたいなのになってきましたけれどもそうですよ、うん、はい。じゃあ特になんか、まあ、でも健太さんから見て夏美さんがやる気入るときね、なんだろう、いつかな。あでもお花買ったら掃除しだしたりするよね。そうだね、多分お花買ったりすごくなんていうのかな、お気に入りの洋服買ったりとか、やっぱり身の回りのものが、うん、でなんていうのかな、夏美のテンションが上がるようなものが増えていったりすると、うん、ちょっとなんていうのかな、いつも以上に整理整頓に気を使ってたり、うんなんていうのか、自分の身だしなみもそうだけど、うん、あと髪切ったりとかしたらさ、あそうか、髪の毛色変えたり髪の毛切ったり、うん、とか自分で言って思ったけど、お花だわ、お花。あお花か。お花買ったらさ、お花飾ってさ、うん、あかわいいかわいいってめっちゃめでるわけさ、うんでかわいいこの子たちが、かわいいこの子たちが立派に生きれる環境をと思ったらちょっとずつ片付け出すわ、うん、ああそれは夏美の特性としてはあるかもしれないね、うん、うんうん、花で片付け出す族だね私はまた新しい部族出てきましたけれどまあいいでしょう、はい、はい、花でやる気が出るという、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、今回紹介いたしますのは、須田恵那さんで、うん、ベール、どうぞお聴きください。うん、あツイキャス読んでいい？はい、どうぞ。ロアさん、はい、ロアさん、車のガソリン入れなきゃですが、まだ行く気になってません、うん、このラジオ中か終わった後に行く予定です。お、やる気スイッチ、やる気スイッチラジオ終わりをきっかけのやる気スイッチ、やる気スイッチね、あいいんじゃないですか。でね、あのロアさんがね、うん、さっきのさ、うん、やれよってやつだと思うけどさ、うん、ダサいで拒否してて受けましたってだって やれよって何なの？なんかほら、なんかやれよっていうのを命令系とかあんまり好きじゃないじゃん。うん。好きじゃないよ、うん。でもなんかイケボで言われたらいいのかなって。イケボ？イケボで言われたらいいのかなって思ったからやれよって言ったって。ああ、なるほどね。イケボであれば、うん、あまあ多少の命令口調であっても、うん、なんか許せる。許せるのかなって。もう分かったよって。やらねえよって。なるほど。なるんかな、もう分かったわよってなるかもしれん。ああもうさ、ほんとさ、うん、なんかさ、いや、なんでもない。怖い。怖いね、ほんと怖いね、うん、どうしましょう。はい、で、まあ今回の放送をお聞きの方たちは、うんうん、そっか、これって YouTube 動画っていつも放送日にアップされてるっけ？多分そうだと思う。ああ、じゃあこれ見てる人を見れるようになるのは多分4月の15日、2週間後だね。うん。うん、あの夏美先生やりたかったんだけど。いや、そこはもうごめんなさい。今日はできない。健太さんの配分が悪くて。あ、今日はじゃあ夏美先生ない。ないです。ないんだ。はい。なしで。ちょっとも？ちょっとも？あ、じゃあ。そのエンディングトークの時にやる？エンディングトークの時、あでもあ他に読むのがあるんだったらそっちを、まあ、優先だね。いや、もうないですよこっちは。あこっちないの？はい。エンディングトークでじゃあやる？短すぎない？短いか。そっか、じゃあ
じゃあ次だな。そうですね、次。次だな。みんな送ってほしいや。みんな送ってほしいわ。あらかじめ送ってほしい。台本作るから。そうそうそう、台本作るから。なんか無茶ぶりでもいいからね。無茶ぶりでもいいから。うん、ほうじ茶のほうじって何ですか。ね、ほうがね、ほうじってあいうえお作文みたいになってるんですよ、これ。あ、そうなの。うん、そうそうそう。どういうこと。ほうじ茶のほうは、うん、ほらほら。うん。うさぎが、うさぎが、じ邪魔するよ。いや、お茶に何も関係しない。何が入ってるのかもわからない。どんなお茶よ。はい、じゃあ戻りますよ。はい、夏見アルドから帰ります。今しゃべるなよ。はい。はい、お聞きいただきましたのは須田恵那さんでベールでした。はい、はい、こちらテレビアニメ永遠の消防隊のエンディング主題歌でして、うん、はい、エンディング映像がすごく綺麗でさ、うんうんうん、永遠の消防隊のパチスロ打ってる時にそれ初めて見たんだけど、うん、すごい良かった。そうなんだ、うん、パチンコ屋さんでそれを見て良かったって思うってことは、うん、本物で見たらもっともっともっと良かったって思うかもしれないね。ああ、多分ストーリー通して見てたら、うん、もしかしたらいいのかもしれない。永遠の消防隊ちょっと見たくなりました。おう、要チェケラ、はい、うん、すごいいいのでちょっとお家帰ってまた PV 改めて見てみたいなってなんか思ってんだよね。うんうん、うん、はい、では、はい、エンディングに入っていきたいと思います。はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、はい、第81回の収録、うん、はい、もう終わりましたが、はい、はい、何だったっけ、やっぱりやる気スイッチよ、テーマ。あー、やる気スイッチ、うん、今俺やる気がオフになってたかもしれない。オフになってたね、完全ね。映しとけばよかった。なんかまあでもラジオもね、そうよね、ラジオやる収録の前とか、うん、やっぱりちょっと一段階、なんていうのかな、うん、スイッチをギアを、ギアを上げてガクン、ちょっとよしやるかって、うんうん、入るところはあるよね。そうよ、 あのね、皆さんのコメントはとってもテンション上がるし、やる気スイッチ入りますよ。そうだね、そういう意味では、うん、リスナーさんからの あれだから、夏美さん見てもらったら分かると思うんだけど、うん、ツイキャスと、うん、YouTube もちょっと見てもらったら分かるんだけど、うん、私 YouTube の方捨ててるから、本当に、なんていうの、なよくないこれ。どういうこと。 YouTube のあのね、映りとかね、映り方とか YouTube の方全然見てないのよ。 あんまり意識してない、してなんていうのか、しなくてもいいんじゃない。いいけど、うん、なんか YouTube でちょっとよく映ろうみたいなのが今もなくてなくて、そのツイキャスにかけてるわけ。わかるかな。ツイキャスのだからみんなのコメントが嬉しいわけ。ああ、嬉しいから、まあ、ツイキャスに集中しちゃうっていうところもあるし、ね、うん、そうそうそう。ペーターさんもターボモードってきてるけど、うん、ロアさんも捨ててる笑いって。沖縄大好きさんチラって見てるけど。あ、そうそうそう、だからそれがねあるからね、うん、夏美先生、教えて夏美先生もね、うん、来週かな、できるかな、教えて夏美先生もやりたいね。ああ、そうだね、またやれると、うん、いいけどね。まあ、ね、前回プレでやってみたけどね。うん、あの時すごいね、深手を折ったよ。板手な。あ、板手を折ったよ。まあ、深手でもいいのかな、わかんないけど。深い板手とか言うかな。深い板手。うん、そうそう、それでね、1週間立ち直らなかった。そうなのかな。でもまあ、大喜利的なところがあるからね、あれは多分、本当に挑戦なんだよ。もう素人が。大喜利に挑戦みたいな、ね、そうだから、たまには健太さんに振ってもいいんだよ、みんな、うん、徐々に大喜利が上手くなればいいなと、うん、あ、キムタクさんからメッセージ来ました。あ、はい、メッセージ読んでくれてありがとう、ラジオ聞いてやる気スイッチが入った、さて今から仕事するねって。あ、ありがとうございます。わ、すごい、
今から仕事か、うん、このこういったコメントでね、やる、うん、僕らもやる気スイッチ入るんで、そうそうそう、でも今から仕事って大変だな、ね、大変だな、お疲れ様です本当に、うん、お疲れ様です、うん、はい、うちの金浜がいつもお世話になっております知ってる人しか知らんなそれありがとうございます、いつも、はい、ありがとうございます、うん、うん、でまあ来週ももしかしたらね、うん、収録するかな、うん、で来週はどうしようかな、一本撮り、一本撮りにするかな、うん、一応まあ今日ね二本撮りしちゃったからね、うん、一応4月15日、まあのまでのストックっていうか、うん、こういうの言っていいのかな分からない分からんけど、まあでも収録できる時にね収録して、うん、我らメンヘラ、いつまた体調悪くなるか分からないので、うん、はい、じゃあとにかく、本日のメンヘラ上はここいらでお開き、はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろー。